ビー動画をご覧の皆さん、こんにちは。せーの、乃木坂46です。この度、8月15日月曜夜6時30分から放送のカウントダウン TV ライブライブ夏の4時間のスペシャルに、私たち乃木坂46の出演が決定しました。ありがとうございます。しかもなんと、私たちの出演はですね、仙台のライブ会場積水ハイムスーパーアリーナからの生中継となります。ライブと手作りをそのままに皆さんにも熱いパフォーマンスをお届けしますので、ぜひ楽しみにしていてください。ここでカウントダウン TV 動画さんから質問が届いています。お、人生であと1回しかアイスが食べられないとしたら、ぜひ、その理由はと思う。かわいい、かわいいですけど、じゃあ、もしかしたら悩んでるけど、カキ。はい。悩むな。悩むね。かき味も確かに最後に食べておきたいなっていうことなんですけど、私あのクッキー、何バニラ、あー美味しいね、クリームみたいなやつがめっちゃ好きなんですよ。どこのアイス屋さんに行っても絶対頼むし、結構自分の私は冷凍庫にもずっとアイスはもうストックしてるくらいアイス大好きだから、ちょっと嫌ですよね、あと1回しか食べられないのやつ。いろいろ食べたいけど、4つぐらい重ねられないのか。あれ、なんか混ぜてきたみたいな。嫌です。さあ、続いての質問です、はい、一番好きな業界用語、音楽用語は、あとそれってどんな意味ってことなんですけど、ねえ、難しいね。業界用語、山下さん、なんかありますか。私、業界のこととか知ってるの。乃木坂46でした。